スキーできる弟を探してます熱かかってもいいお父さんのお名前は深刻な悩みがあるの食生活を変えるべき山に登ったことある 会ってみたかっただけよ。そんなの忘れちゃいなよ。名前、教えたくないです。ここに住んでどれぐらい火けどして水ぶくれになった。長い間、ここに住んでるの 明日は早く起きないとダメよまあやってみる価値はあるよ似てるだけでよだれが出そうそれは今日やるって約束するよ英語を話すときは失敗を恐れないで。 戸棚にあったお金はすべて取られていた神の存在を信じている人は大勢います